はい、こんにちは。今日は4月25日土曜日の今午後4時ぐらいです。今日で外出禁止令が出てから37日目になりました。で、今日の4月25日の午後12時半の段階での数字を一応記録していくと、アメリカ全土での感染確認者が89万5766人、カリフォルニア州の感染確認者が39254人、私の暮らしているロングビーチ市の感染確認者が566人となっています。で、何日か前からですが、今週の半ばぐらいですね、特にロサンゼルス市を中心に症状が出ている人も出ていない人も、あと移民のステータス、不法であっても何でも誰でも無料で検査が受けられるようになっています。なので数字はもうちょっと今後も伸びていくかと思います。そしてですね、今日どうしても見せたかったのが、ちょっと住所隠しますが、ホワイトハウスからお手紙が来ました。あ、こっちスペイン語バージョンと、これが、まあ、英語バージョンですけれども、ホワイトハウスからお手紙が来ました。しかもご丁寧に自己顕示欲の強い大統領のサイン付きです。で、これは何かというと、11日ぐらい前にいきなり自動振り込みでアメリカ政府からの給付金が届いていて、もうすぐにノーティスが来たので分かっていて、もありがたくいただいたんですけれども、それを後追いの形で支払われましたよっていうお知らせです。で、自動振り込みの人も多いですが、小切手が送られてくる人も多くって、その小切手に関しては自分がどうしてもサインをしたいと言い張った大統領なので、まあ自動振り込みもこんな感じで送ってきたのは驚きはないですが、でもこの手紙を吸って、何人だろう、何億っていう人に、郵送するお金を考えると、ちょっと他に使えたんじゃないのかなと思わないこともないです。で、先週の土日から今回のこの病気が流行って在宅勤務をしていて、でも時々仕事に行かなければならなくて、まあ気持ちがこのままでは疲れてしまうなと思ったので、自分のセルフケアを自分に課すようにしたんですね。で、いろいろやってます。で、先週からは土日働くのもやめました。で、今までは何百日間何千時間とただ働きをしてきたんですが、もう週末は働かない。で、その代わり週末に映画を見るようにしています。先週の土日もインド映画の3イディオッツっていうのと、あとショーシャンクレデンプションを見たんですけれども、今週は今更ながら去年アメリカで大流行したネットフリックスの近藤麻理恵さんのタイリーアップをいきなり見始めて、全部で8エピソードあるんですけれども、もう一気に見ました。で、結論から言うと、学ぶことは本当に多くって、でも私はやらない。普段からそんなに物を持っていないっていうのもあるし、あと本当に忙しくて物を全部一回出して一つ一つ手に取ってときめくかなんて確認している時間は残念ながら私にはないので、試さないと思いますけれども、でも学ぶところはたくさんありました。で、あとはですね、在宅勤務中に使っている机の上にアロマセラピーのディフューザーがあるのに、別に毎日使ってなくて残念だなと思ってそれを使い始めたりとか、あとお香を焚いたりとか、あと気をつけてっていうか楽しみながらやっているのが、これ以前はやっていてやめてしまったことなんですが、1日に1つ新しいものを開封して使い始めるっていうのを再開しています。これはもう本当にどんなものでもよくて、シャンプー、コンディショナーでもいいし、化粧品でもいいし、食べ物はちょっとカウントしないかな、でもこうなんか自分のセルフケアにつながってるんじゃないかなって思えるものを1日に1つ開封して使い始めています。で、それと並行して、これもちょっと前からやっていてバタバタして中断してしまったことなんですけれども、1日に1つこれからの自分の人生に必要ないものは手放して捨てていくっていうのを再開しています。で、あともう一つが YouTube とか Netflix を使って
これももう一つあれですよね。この病気が終わった後に、収束した後にどうやって生きていくのか、それは別に経済的にどうやって食べていこうっていう方向からではなくって、今回のことで誰もがそうだと思いますけれども、気がついたこともやっぱり少なからずあるので、今後どういうふうに毎日を過ごしていこうかなっていうリサーチをするようにして1週間が経ちました。ということで、先週よりも結構元気になって、で天気もずっと曇りだったのにやっと晴れて、なんと夏日になっているので、前よりはなんて言えばいいんだろう、気持ちが落ち込むこともちょっと少なくなっているのかなと思います。では今日はこの辺で。Stay safe, stay healthy.